はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、はい、アドベントカレンダーですね、はい、はい、ついにですね12月1日になりましたね、はい、クリスマスまでのカウントダウンが始まったということで、はい、こちらは毎年やってますね、レゴスターウォーズのアドベントカレンダー、はい、はい、毎日ね一つずつこうめくっていくんでね、うん、そして中にちっちゃなレゴのフィギュアが入ってます、はい、そしてこちらが、チョコレートのアドベントカレンダーだね、うん、スターウォーズダースベイダーと、うん、機関車トーマスサンタクロス、あとミッキーマウス、うん、ミッキーのサンタクロスだね、うん、これを今回なんと3つも買ってきましたね、うん、はい、では、それぞれ開けていきましょうか、はい、じゃあミッキーから。トーマスとダースベイダーはさ同じ会社が作ってるんだね。あ、そうなの。お、よく分かった、ね、ミッキー、これはミッキーのアドベントカレンダー、うん、ここね、ここあのポケットがあるんでね、うん、みんなアドベントカレンダー仕組みは同じでこんな感じでポケットがあって、これをですね日ごとにめくっていくと、うん、中にこれはチョコレートが入ってますね、うん、ではこのミッキー開けていきましょうか、はい、パパ開けていいの。えいちゃん開ける。えいちゃん開ける、はい、よいしょ。お、開けられた、はい、あ、こんな感じで入ってますね、はい、これは普通だと取れないから後ろから押し出す感じ、うん、はい、入ってた。出た。え、何も、あ、え、ありました。こんな形だね。あ、長靴だ。これ反対側だ、上下逆さま。あ、そっか。あ、うん、こうか。靴下だね。あ、靴下か。うん。ああ、いいね。クリスマスっぽいな。この中におもちゃを入れる。そうそうそう。いただきますね。はい。美味しいっしょ。うん、美味しい。美味しいよね、うん。はい。じゃあ次はトーマス開けようか。うん。トーマスメタリックアドベントカレンダーって書いてあった。うん。そうだよね。確かにメタリックだよね。うん。トーマスは後ろ側になんか何やら迷路みたいなのがあるよ。うん。ね、簡単だけどね、うん、仲間を集めてここまで行く。そういうことだ。ここに1番がある。これ開けていいパパ、うん、あら、あら、銀紙が入ってる今回。本当だ、絵が描いてある。本当だ、スペンサー取れた、取れた。これは、なんだろう、兵隊、おもちゃの兵隊かな。おもちゃの兵隊だね、うん、そしてこの後ろ側、ここ見えるかな、これ、うん、スペンサーいるね、うん、うん、うん、開けるごとに、うん、今回変わったね、うん、これいいじゃん、うん、そうだね、今までつまんなかったもん、うん、うん、美味しい、まあ、ミルクチョコレートだね、うん、いつも通りだね、うん、で最後スターウォーズ、うん、スターウォーズメタリックアドベントカレンダー、やっぱりね、正解。スターウォーズちゃんと書いてあるんだね。あ、そういうことだよね、うん、これ表はすごいメタリックなダースベイダーで、うん、裏側はこういうなんかね、こっちにダースベイダー、こっちストームトルーパーたち、この紐があってどれか辿っていくとストームトルーパー行き着くわけだ。うん、面白いね。うん、メタリックだと同じやつ。おお、またジングル。同じやつ。はい、兵隊。はい、同じです。やつだ。はい、はい、兵隊。おもちゃの兵隊さんだね、うん。そしてここは、おお、ボバフェット。スターウォーズはこれだね。ボバフェットでしたね。うん、はい、そして最後にレゴスターウォーズのアドベントカレンダー。はい、今回はホスだね。うん、雪の惑星ホスが舞台になってるみたいだね。うんうん、あとサンタクロースがC3PO みたい。うん。で、トナカイが R2D2。そうだね、うん。今までとちょっと違うね。うん、では、ここを開けると出てくるわけですね。うん、反対だった。こうですね。うん、はい。それでは、1番。1番じゃない。1日。これだ。開けてください。あった、はい。開けるか。はい。うわ、何ですか、これ。なんだこれ。なんだろう。じゃあちょっと作っていきましょうか。うん、ということで、エイシン君組み立ててくれましたね。うん、何でしょうかこれ。うん、わかりません。わかりません。なんとなくエピソード6で出てきたジャバの船っぽいけどね。うん。うん、ほら、サルラックが近くにいる。そうなんだ。ボバフェットが落ちた穴の近くにいた船。うん、多分。わかんない。はい、ということで今回は2015年のアドベントカレンダーでした。イエーイ。はい、ということで、今年もクリスマスに向けてのカウントダウン始まりましたね。はい、はい、楽しみだね。いろいろ今回は仕掛けがあって、なんか例年以上に面白そう、うん、うん、ということで今日の動画がですね、もし面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、うん、クリスマスイブでこれは終わりだね。あ、そうそうそう、とかクリスマスイブ長いな。あ、そうそうそう、2個入ってるんじゃないかな。そしてチャンネル登録をしていただけると YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、はい、あとこのアドベントカレンダーは、セカンドチャンネルに週末ごとにアップしていきますので、はい、そちらもぜひ見てみてください、はい、最近全然更新してないセカンドチャンネルに
に更新いたします。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。